カシー公平1月25日から1954年12月3日は日本陸軍の軍人。陸士12期、陸大21期。最終階級は陸軍中将。英典は、正四位、訓位東高四級。陸軍中将、カシー周一の弟。行動派。福岡県加古郡大熊町出身。氏族、カシーの次男として生まれる。 一ヶ谷の陸軍幼年学校を経て1900年11月、陸軍主管学校を卒業。同期に杉山本、畑春緑、小泉明、二宮春重、柳川平介らがいる。1904年、日露戦争に中隊長として参加し負傷する。帰国後陸軍隊員に昇進。1909年、陸軍大学校を卒業。 寺内俊一、上田健吉、中村幸太郎、西吉和、古昌三木夫、立川三次、多門次郎らが同期。その後、陳太夫守備軍参謀、ドイツ大使館付武官兼スウェーデン公使館付武官、不評第46連隊長、不評第10旅団長、陸軍と山学校長と順調に出世し、1934年には第6師団長になった。 2.26事件が発生した当時、カシーは、帝都の治安を担う警備司令官の地位にあった。しかし事件は全く寝耳に水で、早朝に電話で知らされて、初めて知ったという。同日午後、反乱を穏便に収める目的で、陸軍大臣告示が出されると、この中の、真意という文言が、行動に差し替えられたため、反乱に参加しなかった各部隊が混乱するという。 不祥事があった。この読み替えは青年将校に同情的であった歌詞の指示によるものであったことが明らかになっている。その後も警備命令を発して反乱部隊を形式的に軍の統水下に編入させたり、海元司令官に任せられた後も28日まで天皇から維新の御事乗りを引き出そうと試みるなどギリギリまで武力鎮圧をためらっていた。 宿軍の一環として4月に対名処分となり、7月10日に予備役に編入される。後に2.26事件の首謀者の一人であった磯部朝一は、軍法会議において反乱を放除したとして、カシーラ交換15名を告発した。これが磯部らの公判に影響することはなかったが、カシー自身は対名中に憲兵と法務官による取り調べを受け、予備役編入後には、 軍法会議への出頭を命ぜられた。カシーによれば、反乱部隊を編入させる警備命令は一種の、軽略であり、無欠で解決するために必要なものだったという。真相解明に熱意を燃やす、法務官の追及にもかかわらず、実際に反乱を補助したことを裏付ける証拠が、なかったため、結局起訴されずに終わっている。対戦末期の1945年2月、東京を去り、 福岡に帰郷。その後隠居生活を送り、1954年に死去した。満七十三歳没。少々時代の歌詞。1931年、天津にて、参謀本部部員県立軍大学校兵学教官、河村景明副官日露戦争にて、敵の猛攻を受け、豪に迫る敵を見て、将兵の間に、いささか同様の色が見えた。 これを見たカシーは、将校は、すると将兵たちの間に、笑いが起こって緊張がほぐれ、カシーの指揮の下この危機を切り抜けたという、後年、富山学校長時代に公演に訪れた、中原八郎中佐から、演壇の席でこのことを明かされ、会場は一気に、爆笑の渦が湧いた。一方、カシーは顔を巻く。大分県湯布市由布院町にある、カシー層はもともと、 カシイノベスとして建てられたもので、現在は温泉旅館として使用されている。世は行使して考えた。これは二者同一だ。諸子の真意なるものは、現に決起舞台の取りついている行動を対象とし、この行動のゆてもとづく真意であるべきである。その以外、この場合に考うべく、言うべき真意なるものなし。故に、行動なる文字を、入るのも省くも、 サなし氏と断じたのである。貸シ公平主記、前継書 P23。大谷慶次郎、昭和憲兵士、ミスズ処方。1979年。P216。大谷は憲兵隊員として、貸シへの事情聴取を担当した当事者であった。後に脚色され、NHK 特集2.26事件消された、真実陸軍軍法会議記録として放映された。 ありがとうございます。